朝目が覚めたらここにいました。っていうのは嘘で、ちょっとね、拠点を建てる場所をね、考えてて、で、なんかね、どうやら海面近くにも拠点建てておいた方がいいですよみたいな感じのこと言われたんだよ。ほら、俺ってさ、なんかあのロストリバーバイオームの先にあったあの世界樹の庭あるじゃん。あの世界樹の庭のところに建てようかなって思ってたんだけど、なんかそこだけじゃなくて海面にも建てておいた方がいいみたいな感じで言われたから、ちょっと海面をね、どっかねえかなと思って探してたのよ。で、まあその結果400メートルぐらいまで潜ってきてんだけど、まあ何考えてたって話なんだけども、違う、見てくれ、これオーロラ号の集合地点の陸地にさ、まあ拠点建てちまおうかなっていう。もともとあそこには何か建ってたじゃん。うん、だから建ててみようかなと思って、で、まあ建てるがてらこの辺、そういえばあんま探索してなかったなと思って来てみたら、これがあったという話です。はい、なんと長い前工場。はい、まあここでね、前工場がすごい長くなってしまったんで、ここの探索はさっと終わらせます。はい、今日はね、もう予定が決まってるんですよ。やることは、やる予定はもう決まってるから、もうさっさと終わらせよう。で、データボックス、これなんだ、サイクロプス熱発電モジュール、おー、いいのかな。プロンスーツのドリルアームはもうあるよね。オッケー。ここプロンスーツエリアかな。いやー、ちょっとね、あ、そうだそうだ、プロンスーツといえば、あの俺さ、サイクロプスさ、作れないとかってずっと嘆いてんじゃん。で、ある人が、いや、サイクロプスそんな使わんぜみたいな人もいて、なんか多分その人は、まあ想像だけど、プロンスーツだけで、なんか頑張ってたらしいんだよね。まあプロンスーツ、もう、素体の状態で 900m まで潜れるじゃん。で、まあ振動モジュールつければ多分もっと潜れると思うんだよ。だから、プロンスーツで、あの、こう、ドリルとか、グラップリングフックで、で、移動しながら、もう、やってたらしいから、サイクロプスを使わなかったって人がいて、ちょっと、震えが止まらない。マジ？まあちょっと拠点ね、探索用でね、ちょっとガラスとかが大幅に必要なので、ちょっと石英は、ちょっと今まで以上にしっかり強欲に集めていこうかと。あれ？もう一個あるじゃん。データボックス。あ、これは関係ないのか。なんだったの？サイクロプスのなんかって書いてあったな。まあなんでもいいわ。PDA がある。新しい座標とか出てるかな？レンジャーデッキ B。A もあんのかな？ A もあったりするのかな？ここはあれか、プロンスーツのドリルアーム。あ、ちょっと待って、なんか新しい鍵来た。キルトのダブルベッドだって。キルトっていうことは編み物だよね。キルトってなんだっけ、なんか編み物だったよな。これはこれは関係ないか。まあ PDA も回収したし、データベースも2つぐらい回収できたし、これで言うことなしなんじゃないかな。まあここはね、場所が分かりやすいから、またなんかお前もなんか漏らしてるぞっていうのがもしあったらまた来るわ。ちなみにまあこの辺の適当な砂浜とかに拠点をね、ちょっとまあ水陸両用で建てようかなって思ってるんだけど、どうかな、てか建てられんのかね。そうです、そういえばここあれだよね、底がないから土台とかを置けるのかね。なんかあったよね、土台っていう、なんか土台だか基礎だか忘れたけど、そういうのあったじゃん。ああいうの置けんのかね、これ。そういえばそこ考えてなかった、危ね。で、まあ今回ちょっとやることなんだけれども、オーロラ号にもう一回行きます。というのもね、サイクロプスの残りのパーツ、オーロラ号の船内もしくはオーロラ号の近くの浅瀬に座礁してますよっていう風な情報をもらいまして、はいはい、なのでさっさともう手に入れちゃいましょうと。もういい加減にさ、オーロラ号じゃねえや、サイクロプス探すのやめませんか、もう。いい加減に。もういいでしょ、見つけても。うん、まあいつもだったらちょっとネタバレ勘弁してみたいなことを俺言うんだけど、まあ今回はね、別にええわ。もうこんだけぐだってたらね、そりゃ一言言いたくもなるわ。うん、まあてかね、そろそろね、俺もちょっと答えを教えてってね、言おうとしてたとこだったからね。あ、やべ、こすってる、危ね。浅瀬って多分この辺りだよね。前はとりあえずオーロラ号に乗り込んじゃいましょう。ああ、ちょっと待った。なんか、取り逃してたわ。これ、シーモスの格納庫に。ちょっと探してみたんだけどね、見つからないのよね。こう、サイクロプスのエンジンパーツ。で、俺、ちょっと思ったんだけど、もしかして、この、火消してないところのこの炎の先にあるとかない？でもしくはなんかこうなんかプロパルションキャノンとかリパルションキャノンかなんかを使って、その衝撃力を与えてこの貨物を壊して開けた中に入ってるとか、そういう説ないかな。実はこれ
これもともとさ、なんだっけ、空いてる貨物とかっていくつかあるのよ。ほら、こんな感じで。なんだけどさ、もしかしたらこういうやつって開けらんないと思ってるだけで、実は開くやつがあるんじゃねえの。なんか、ちょっと、試していいっすか、プロパルションキャノンとかリパルションキャノンをちょっと。まあ、とりあえずちょっと、今持ってないから、一回家帰って持ってくるわ。で、あと消火器も持ってこよう、消火器。現地に少しは残ってっかなと思ったら、どれもこれももう燃料切れて使い物になんねえの。あと一応帰るときに浅瀬を探索してみよう。なんかリーパーいたけど、まあ大丈夫だろう、うん、こういうやつとかね、全部燃料切れてんだよね。まあ帰るときはこれに限るな。ストーカーもいるってことは意外と危険だね、ここ、うん、あ、めっちゃいるじゃん、ストーカーとか。うん、ということはここはストーカーの溜まり場か。危ねえな。女性の方は絶対近寄らないでね。あとまあ、あのちょっと可愛い男の子とか、うん、絶対近寄らない方がいい。やられる。おお、近いね。いや、お前じゃないよ。お前のことじゃないよ。近いね。リーパー何匹いるんだろう。3、4匹ぐらいいるのかな。3、4匹いたら絶望だけどな。絶望だよな、あんなのが3、4匹もいたら。浅瀬ってこのことだよね、おそらく。側面の浅瀬って。まあ、ある、まあ、あったら持って帰るわ。あったら。で、なかったら、もう一回、あの、リパルションキャノンで吹っ飛ばす。ああ。陸の概念があった。ああ、陸の概念があったわ。ええー。この中にあるとか。うん。壊れたやつは使わねえよ、今。俺、絶対見てない、ここら辺。絶対見てない。この陸の概念。この陸の概念を、俺は喪失してた。絶対見てない、この辺。ちょっと、漁っていいですか。え？え？ちょっと、陸ですよ。陸ですよ、あなた。こいつ水陸両用だったんだな、こいつ。まあ確かにちょっとなんか亀みたいだから、なんかワンチャン陸行けそうな見た目してるもんな、あいつ。あのさ、ちょ、リーパーリバイアさんをさ、この辺の浅瀬におびき寄せてさ、打ち上げさせてさ、上からナイフで切りつけるみたいなことできないかな、あのクソムーブ。クソムーブ。この陸の上からさ、ひたすらあのなんかおひれかなんかをバシバシ切っていくっていうやつできないかな。そういうな、あのクソムーブ。いや、クソではないな。あの捕食者に対して人類が許された、非捕食者である我々人類に許された英知の技、ダメですか。どうやらダメみたいだな。あ、なんかお許さんぞってきたわ。あ、ちょっと待った、あった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 来た、あったぞ。サイクロプスエンジンモジュールだ、絶対。やった、なんか手に入っちゃったわ。やったよ、っしゃ、よかった、やっとだよ、やっと作れる。サイクロプス完成、完成じゃねえよ、完成じゃねえけど、ちょっと待って、待って、ちょっと、ここで、ライオンキングしていいですか、ちょっと一回、ちょっとライオンキングしながら確認させて。マジで作れるようになった。やった、ようやくだよ。で、どこだよ、どこだよ、どこに行った。あ、あったあった、これだ。おお、来た来た、巨大な産業用潜水艦。あ、産業用なんだ、これ。へぇ。プラスチールインゴット3つ、エナメルガラス3個、潤滑油、高度配線キット、鉛3個。めっちゃ簡単やん。めっちゃ簡単やんけ、これ。まあ、強いて言うんだったら、ちょっとリチウム今足りないかなぐらいだけど。めっちゃ簡単じゃねえかよ。こんな簡単なものを手に入れるために、前回リバイアさんに殺されながらも必死になって頑張ってたのか、我が輩。俺、頑張ったな。頑張ったな、俺。うん。もう格納庫を探索する必要はなくなったから、もうこのまま帰るか。じゃあ帰ってサイクロプスちょっと作ってみましょう。ただどこにあったのかちょっと気になるね。まあ答え知ってる人いたら、まあぜひちょっと教えてくれ。なんか暇な時にまたなんか動画外かなんかで探しとくわ。探す必要ねえけどな。まあなんかね、ちょっと足りなくなったら、チタニウムでも足りなくなったら取りに行くわ。うん、チタニウムが足りなくなったら。いや、ちょっと待って、俺さ、この辺のなんか開けてるぞ、アイテムボックス。なんだと、どっからで、いきなり出てきやがった、こいつ。この野郎。おーおー、あ、打ち上がるんじゃねこれ。こいつ打ち上がるかもしれん。また来やがったのか、てめえ。エガフィンにせよ、お前、ほんとに。もう一匹いたよ、こんな浅いで。あ、打ち上がった、打ち上がった。いや、いけるいける、これ打ち上げられるぞ、絶対これ。で、ちなみにさ、あいつもあれか、縄張り系なのか。あいつも縄張り系かも、しかして。
てかお前こんな海面まで来んのかよ。お前この間 300m の深海だぞ。あったの、てか向こう側にいたやつこっち側にもいるじゃん。すげえな、オーロラ号リバヤさんのソークスとかしてんじゃん。びっくりした俺。オッケー、じゃあちょっとね基礎素材とかが足りてないから、まあ、片付けがてらちょっと基礎素材とか集めてサイクロプス作りましょう。じゃあ素材も集めてきましたんでね、作っていきますか。いやーいよいよですわ、ほんと。おー作れる作れる。いやー長かった、お前に会いたくてずっと。あ、より深いところで建造してください。え、これでダメなの？拾えるよね。オッケーオッケー。深いところ？え、どんだけでかいの？嘘でしょ？この辺だったらまあ十分な深さあるでしょ？まさかこれよりでかいなんてことある？ファ？まあ、この辺りだったらいいでしょ。あ、いけた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 。サイクロプスは3人で操縦するようです。1人で操縦するべきではありません。へえ。よっしゃ、でかっ！え？え、でかすぎでしょ？何これ、モササウルスじゃん。モササウルスみたいな大きさあるじゃんこれ。てか、てか3人用のやつを1人で運転しちゃっていいんすか。なんて贅沢。いや贅沢って言っていいのか分かんないけど、これジャンボジェットで言ったらさ副操縦士いない状態ってことでしょ。うーわ、俺の拠点よりでけえじゃねえかよ。おー、かっけえ、かっこいい。うーわすごい、こんなでかいんだ。やばいなこれ、もう一種家じゃんこれ。もう拠点これでいいんじゃねえの。あ、こっからの入れるのね。はい、全システムがオンラインです。ほうほうほう、お、すげえ、下部デッキとか書いてある。発射室、発射室、何を発射するんですかね。意味深ですね。おお、これあれじゃん、俺が散々パラ探しまったエンジンだろこれ。パワーセル3つで駆動してんのこれ。反対側にもあるこれ。あ、あるわ。パワーセル6個か。あ、アップロード、あ、ここにあるんだ。あ、ちゃんとこう書いてあるわ。へえ。耐久1500。え、結構あるじゃん。あ、消火器ついてる。やった。ちょうど消火器切れてたんで俺。ほうほうほう。これは何だろう。乗り物は接続されていません。あ、シーモスしまえるんだ。なるほどね、これ。これシーモスとかしまえるんでしょ。あ、てかあれだ。そうだ。プローンスーツを輸送できますよとか言われてたわ。そうだそうだ。で、ここが操縦艦と。すごいかっこいいんだけど、やばいこの環境。あ、へえ、あー、いいねいいねこれ。外部用か。あー、なるほどね。こういちいちこっちに来ないとダメなのか。どうしようかな。まあまあ外のライトは消しといていいでしょ。あ、改造ステーション中にある。え、あ、やばいやばいやばい、かっけえ。ちょっと待って、色どうし、あ、ちょっと待った、早速色変えちゃっていいですか自分。ちょっと色変えていいですか。やっぱ青、やっぱ青くしとこうぜ。ストライプか。ストライプ、この辺のストライプもさ、例えばなんだけどさ、ちょっと水色とかにしておくことによってさ、なかなかいい感じになるんじゃないでしょうかと。いいねいいね。なんかちょっとなんかのっぺりしてる気がするけど、なんかちょっとのっぺりしてるような気がしないでもないけど、まあまあまあ、ダメになったらまたカラーリング戻しゃいいや。さあさあさあ、じゃあ早速操縦していきましょう。でもこれさ、俺のこれそばに置けるかな。エンジン停止してます。え、あ、へえ、なるほど。無音航行モード起動。ん、あ、動いてる動いてる動いてる。これなこれ、高速航行に切り替えます。通常航行。ああ、なるほどね。へえ、ギアがついてる。1速2速3速ってギアがついてんだけど、マジ？これは何？あ、あ、カメラあるんだ。ほうほうほう。へえ、すごいなこれ。あ、これいいなこれ。これいいな。あ、360度見える。へえ。あ、やばい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 。え、めって、ちょっと待って。すげえ楽しい。すげえ楽しいんだけどこれ。リバイアさんさ、これでさ、突撃すればさ、相手死ぬんじゃねえのあいつ。これで体当たりすればリバイアさん死ぬんじゃねえの。そんなことないかな。あ、でもちょっと待って、これさ、しまった、え、これしまっておける。ちょっと一回シーモス君、どかすか。これ、入るのかな。これ、ぶつけたらさ、拠点崩壊するだろ、こんなの。
こんなソナーもついてるんだね、最初からすごいな、至れり尽くせりだなこれ。いや作った甲斐があったわ。まあもっと早く作れたんだろうけども、うん、もっと早く作れただろう俺。多分パート的に言えば3パートか4パート分くらい早く作れただろう。てか絶対入んねえだろこれ。いやこれ入らないなこれ、無理だよね。大きさが全然、大きさ全然足りてねえもんこれ。え、サイクロプスってじゃあどこに置いとけばいいのこれ。これこのまま放置でいいのかな、それともなんかあれかな、次さ行くバイオーム、次行くバイオームかなんかにサイクロプス格納用の超巨大ムーンプールがあったりするのかな。くせえぞおい、まあ、とりあえずサイクロプスはここに放置しておくとして、じゃあちょっとあの 500m までしか今潜れないから振動モジュールとかいろいろつけていこう。で確かそうそうそう、これがねだいぶ前に手に入ったんだよね、熱効率化モジュール、これこれこれ。ちょっと待った、やべえ待って俺確かリチウムもうないんだよ。リチウムがなくて、そうだプラスチールインゴット作れねえんだ俺。リチウムどこだっけ、 リチウム取ってこないとダメだこれ。確かここにあったよね、やべえちょ勢い待ってぶつけちまった、はいよ。いやーた確かここにあったはず。あーオッケーオッケー、あったあったあった。まあとりあえずこんだけ集まりで十分かなと。ただちょっと気になるんだけどさ、敵も資源もなんか復活してないんだよね、見たところ。サブノーティカってリスポーンしないのかな、もしかして倒した敵とかって。なんかね ずいぶん静かだったな。なんかあのなんだっけ、ケイブクローラーだっけ、あいつもいないし。もしさ資源がさリスポーンとかしないんだったら、いよいよさこの辺の弾丸鉄壁に入ってる、あーこれこれこれ、こういう塊とかをさ砕いていかなきゃいけないかもしんないね、プロンスーツで。まあてかいよいよ、てかもうドリルアーム持ってんだからそれ使えって話か。要はそっちの方が効率良かったりするのかな。ちょっと試してみるか、サイクロプスのあのモジュール作ってから。あサイクロプスってここであれが作るんだ、へえ。あできるできるできる、あここで作るんだ。どこで作るんだか分かんなかったわ。えどうしよっかな、なんか他にもなんか作っといた方がいいのかな。消火システムとか良さそうだよね。なんか火事とかでも、消火システムで火事でも起きんのかな。これ反対側まで行くのがちょっと大変かこれ。ちょっとちょっとだるいね。さて振動モジュール1をつけて、これで 900m か、 900m じゃ意味ないな。とりあえず改造ステーション持ってって、あれかアップグレードツール作んなきゃダメかこれさ。いちいちあれ出なきゃいけないのちょっとめんどくさいね少し。あとちょっと待って、もしかしてなんだけどさ、こんだけさ広いじゃん、ワンチャンここにこのサイクロプスの館内にさ改造ステーションとか作れたりしないのこれ。おお作れるじゃん、あマジ、え作れるんだ、へえガチで拠点になるじゃんこれ。マジか、ちょっと暗くて見えねえよ。あなるほどね、この辺のスペースになんかいろいろ作っていいよっていう、さあそういうやつか。これだな、またプラスチールインゴットか。でニッケル鉱石3つか、ニッケル鉱石3つか、あったっけ、なんかニッケル鉱石俺全然手に入ってないんだよ。あったー、3つあったわ、ちょうど3つあったわ。よし完成、これで 1300m、 おおいけるね、やるね、潜れるね。さて探索範囲も広がったところで、ちょっとさプロンスーツももう強化しちゃうぜ。あこっちじゃねえわ、プロンスーツもそろそろプロンスーツ使いまくる時期でしょう。でただ振動モジュールが作れないんだよね、ニッケル鉱石足りなくて。ニッケル鉱石どこで安定供給できんだろう。俺ロストリバーバイオームでさ細々集めて3つって感じだったからさ、全然持ってないんだよね。てかどこで手に入るかもちょっと皆目見当つかんし、まあとりあえずプロンスーツ 900m まで潜れるから、ちょっとロストリバーバイオームあたりにサイクロプスで引っ張ってってやってみようか、採掘とか。うん、まあそのためにはとりあえずこれだね、このグラップリングフックアームとドリルアームを作ると。まあこのグラップリングアームがあればサイクロプスいらないみたいな話も聞くけど、どうなんだろうね。まあ実際ちょっと使ってみなきゃわからんわ。まあとりあえず素材はあるので作ってしまいましょう。じゃあまずは、グラップリングアーム、そしてドリルアームと。ああプロンスーツって乗ったまま物拾えるんの、あここだ、アップデートコンソールシステム、こことここだな、よしオッケー、おお腕が物々しく。これがドリルだな、ドリルっていうよりはなんかカッターだな。
おお、なるほど。で、グラップリングフックアーム、ちょっとごめん、なんかブチャ代表だったすまん。ちょっと待って、わからん。操作がむず、操作むずすぎるんだけど、ちょっと待ってくれ。まずこういうのを飛び越せるようにこういう風にして、であとはあれか、こう自分のジェットで上がっていくと。なるほどね。あ、こうやって進んでいけと。なるほどね。そういう感じか。だからだいぶ深いとこまで行ったりすると結構めんどくさそうだな。なんだろう、個人的にはやっぱりサイクロプスと一緒に行動させたいな、できれば。なるほどね。ほうほうほう。あー、でこれで引っ張って張り付いてる間に、なんとなく分かった。おい、ごめん。すまん、なんか変なのに当たったわ。なるほどね。こうやって、多分ね、何かを俺は間違えてる気がする。まあ、あの、要練習ですわ、これ。ちょっと練習しなきゃダメだ、これ。はい、というわけで今回はここまでかな。いや、ようやくサイクロプスも作れて、プロンスーツもね、まともに運用できるようになってきたと。まあ、ちょっとニッケル鉱石足りなくて、振動モジュールつけられてねえけどさ、プロンスーツは。いやー、本当に長かったっていうのと、あと、東大の元暮らしすぎて、いや、なんか特別なことしないと作れないのかなっていう先入観にとらわれてさ、ね、全然作れなかったね。うん、すごい時間かかったわ。これからガンガン使っていくんで。ただまだちょっとよく分かってないこと、まあシーモスとは全然違うから、まだちょっとよく分かってないことがいっぱいあるから、まあそこら辺をおいおい確認しながらやるって感じかな。とりあえず次回は新しいバイオームに行くか、まあちょっとサイクロプスの試運転みたいなのを兼ねてロストリバーバイオームちょっと採掘行くか、まあどっちかかな。というわけで今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。